일본 국가대표는 왜 까마귀가 상징인지 알겠네. 와, 진짜 까마귀 진짜 많네. 처음 이렇게 까마귀 소리를 많이 들었네. 살면서. 여기는 오모야 축구장 옆에 있는, 네, 공원. 와, 여긴 축구 끝나고 여기서 술 마시나? 일본은 어떻게 하는지 한번 와보고 싶네요. 근데 15,000명이라서 다 찰 것 같긴 한데. 옛날에 전남 드래곤즈 일본 선수 이름 기억 안 나지만 그 사람이 J3도 만석이라 하더라고. 일본은 와, 진짜 뭔가 대단해. 뭔가 하나 팀을 만드는데 되게 디테일하게 만드는 것 같네. 내부 축구 보러 가. QR코드다.
후지다. エスパルスサポーターの皆さん、愛妻ようこそ。同じくトモロアイチームの仲間として、今日は素晴らしい雰囲気作っていきましょう。よろしくお願いします。さあ、そしてエスパルスサポーターの皆さん、作っていきたいと思います。皆さん、最後まで熱い応援どうぞよろしくお願いします。 背番号36ディフェンダー中塩大輝、背番号50ディフェンダー菊池健太、背番号5ミッドフィルダー川上江戸長知恵。 宮本選手、おめでとうございます。ますますのご活躍を期待しています。
스타스 넘버 26 은하 센터. 清水スタッツの勝利です。エスパルスの勝利に一緒に乾杯をしましょう。本日の勝利をお祝いして札幌ビルの黒ラベルで乾杯です。 3。歓喜に変えましたね。そうですね、去年本当に対戦相手としてこのピッチで戦って 悔しい思いをした思い出もあるので、逆に今日は本当にその怖かったファンサポーターが本当に頼もしく後押ししてくれたので、皆さんの前で得点できてよかったです。仲間としてこの迎える今日の愛したこの雰囲気というのはいかがだったですか。めちゃくちゃ最高でした。ありがとうございました。さあ今日の試合は宮本選手とのダブルボランチでした。 心がけたこと、自分の良さ、どんなことを出そうとピッチに出しましたか。得点という形につながってよかったです。これから清水エスパルスの宇野選手がスタートしていますが、どんなことを皆さんにこれから見せていきましょう。そうですね、ここからまだ12試合します。見事なゴール、見事な勝利でした。宇野選手でした。おめでとうございます。 勝利を記念して勝利の記念日、勝ちのチャームをゲットしよう。
スの勝利。ドンロケットVエンドラスト。さあここからも一戦必勝。共に行こう。We are